ロビンさんの勇気はすごいね。私、彼女はただステージの上で輝いてるだけのスターだと思ってた。でもロビンさんはサンデーさんの妹でもあるんだよね。どんなに崇高な理想を持ってたとしても、そのために自分の妹が犠牲になることなんて望まないんじゃないかな。皆さんの考えは分かりました。私がこれらの質問をしたのは、あることを明らかにしたかったからです。すなわち、ピノコニーの苦境は調和では救うことができず、本当に美しい夢の楽園を築けるのは強い者が弱い者を制する秩序だけだということ。人が苦しみを受けた時の痛み、道を見失った時の戸惑い、願いが叶わなかった時の落胆、さらには絶望がどれほどのものか私はよく知っています。そしてそれら全てが私を苦しめている。なぜなら、これでは幸せとは言えないからです。私たちは弱者に幸せに暮らすための方法を教えなければなりません。そしてその暮らしとは、上流階級の貴族たちが口にするような洗練されたものではなく、絶対的な意味で人間が生存するためのものなのです。あなたにとって幸せな暮らしっていうのはどういうものなの？いい質問ですね。人間の意識とは、本質的に一種の幻想であり、自己価値という名の牢屋のようなもの。人々はその幻想に導かれ、過ちを犯しますが、その結果は自分以外の人が背負うことになるのです。過ちが一つまた一つと人々の中に満ちていき、やがて限界を迎えると、その牢屋が連なって監獄を作り出す。それが適者生存という名の自然法則です。そして自然は常に略奪と犠牲を伴う。その反対にあるものこそが秩序なのですよ。私がしようとしているのは、全ての生き物の幸せを唯一の秩序のもとに置くこと。そうすれば、人々は苦渋の選択をすることも、人間の弱さに向き合う必要もなくなるでしょう。野獣の悪臭を捨て去らなければ、人間のための楽園は築けないのです。ただ思想を説明するだけでは抽象的すぎると思うので、簡単な例を挙げましょうか。皆さんはすでに知っているかもしれませんが、いくつかの世界には二連休または三連休という社会運営制度があります。その貴重な休日に、人々は生活の重圧から解放され、魂の平穏を取り戻すことができるのです。そう、そうした日にだけ、人々は弱肉強食の法則と向き合わずに、ほんの数日の幸せな暮らしを送ることができる。しかし、数日という時間は長い人生に比べるとあまりにも短い。私としては、社会の理想的な制度は週休7日であるべきだと考えています。日曜日の翌日、翌々日、さらに翌日、そうして永遠に続く日曜日、これこそが新世界の姿であり、何もしなくていい永遠に平和な日々なのです。これにより、人々は楽園の中で本来あるべき居場所に戻ることができます。ある人は銀河を見上げ、孤立した世界、
ペガーナまでの距離を計算することに全力を注ぐ。ある人は片隅で抱き合い、余計な役目を負わずにいられる。もう現実世界の苦しみを背負う必要はない。こうすることでこそ人間は最も高潔な姿で運命に定められた結末に向き合い、尊厳に満ちた一生を送ることができる。これこそが幸せに生きるということなのです。蛍さん、ロストエントロピー症候群を患うあなたなら、これが何を意味するのかわかるのではありませんか？なんか完璧に聞こえる。それでその代償は何なの？代償は取るに足らないものですよ。ただの私という個人の永遠の犠牲です。この楽園を人々のために維持するには、この宇宙が終わるまで誰かが孤独な覚醒者として残らなければなりませんから。覚醒？それってつまりその楽園も夢ってことだよね。なら楽園に足を踏み入れることは現実世界を捨てることを意味してるんじゃないの？捨てるのではなく超越するのですよ。人の肉体は弱い。物質が精神的苦痛の根源であるならば、私たちはそれに打ち勝たなければなりません。でもそういう幸せの中で人々は苦痛に打ち勝つこともなければ、その機会も永遠に失ってしまった。言い換えればこれは逃避だよ。そう思われても構いませんが、逃避は恥ではないでしょう。むしろ誰の心にも逃避の種はある。蛍さんも生命体はなぜ眠るのかという疑問の答えは、夢から覚めるのが怖いからだと思っているのではありませんか？しかしそれは異形とは矛盾しません。そのことを認めなければ私たちは人間の弱さを理解することも、それを受け入れ守ることもできないのです。私はサンデーさんが生まれながらの指導者であることは認める。あなたは人間に対して悲観的でありながら否定する心を持ち続け、全ての生き物を平等に憐れんでるから。でも私はあなたと違って自分自身のために生きてるの。だから私は、人間が自分のために選択するのは当然のことで、生まれつき持っている権利だと思う。逃避は弱者の本能かもしれないけど、誰が弱者なのかは他人が決めるべきことじゃない。あなたの目には私も弱者に見えてるの。私は自分が弱者だとは思わない。蛍は自分の意見を述べた。私たち請求列車も答えを出しましょう。あんたに任せるわ。ミハイルさんが言っていたように、彼に私たちの選択を教えてあげて。ここは？ここに見覚えはある？ミーシャ。はっきりとは言えませんが、見覚えがあるような気がします。ここはどこですか？ここは夢の泡よ。私たちの意識は夢の泡の中に入ってるの。これはとある七死人が請求列車に残した贈り物なんだけど、不思議なことに私たちが開けた時は何も入ってなかったのよね。無教ショップのドクター・エドワードから教えてもらったんだけど、
無境は記憶が集まってできたものだから、核がないなら夢の泡は形成されないはずなんですって。だからホテルのドアボーイとして請求列車の友人の中でピノコニーのことを一番よく知っているミーシャなら、この疑問を解く手伝いをしてくれるんじゃないかと思って。夢の泡にはあまり詳しくないんですが、皆さんはこの大きな家が何なのか知りたいんですよね。それなら頑張ってみます。お願いね。姫子、まだよく分かってないんだけど、どうしてミーシャがこの夢の泡と関係あるって断定できるの？断定はできないわ。これはただの推測。でもミーシャがここに見覚えがあるのなら、私の推測は正しいのかもしれない。そう、あんたとホタルはここで死、今は眠りと呼ぶべきものに遭遇した。それがドリームリーフと関係していることを考えると、ここに現れるのもうなずけるわ。今の問題は誰があんたたちをここに連れてきたのかってこと。これまでの手がかりからして、あの愚者である可能性は低い。となると、一体誰なのかがとても重要になってくるわね。私たちは再び真実の核心に近づいてる。ミーシャに少し時間をあげましょう。彼なら夢の泡の秘密を解き明かしてくれるはずよ。分かった。でもここドアだらけだよ。どのドアから出ればいいのか、ミーシャ分かる？そうですね、こっちでしょうか。確信はありませんが、試してみましょう。いきなり正しいドアを選んじゃうなんて。不思議ですね。ここはホテルとは全然違うのに、来たことがあるような気がする。しかもしばらく住んでいたような。僕の記憶が正しければ、あの廊下を進むと暖かい暖炉があるはずです。僕とクロックボーイはそこで火に当たって薪のパチパチという音を聞いていました。反対側の部屋はおもちゃが置いてある部屋です。僕は箱の中のものを全部床に並べて、おもちゃ一つ一つの物語を考えるのが好きでした。いえ、でもそんなはずありません。僕はドリームリーフで育ったんですから。じゃあここは一体？それは記憶喪失かもしれないわね。心配しないでミーシャ、誰だって過去を忘れることはあるわ。でもそれは別に消えたわけじゃなくて、ただ脳の奥で眠っているだけなの。同じようにその記憶を取り戻すことだってできるのよ。ここに見覚えがあるなら、他の部屋にも行ってもっといろいろ思い出せないか試してみるのはどうかしら。わかりました。ではさっき僕が行った2つの部屋を見に行ってみましょう。部屋の中でかすれた声が。折り紙の小鳥？それは友達の名前です。折り紙の小鳥とも友達なの？はい、折り紙の小鳥はクロックボーイやミラーさんと同じコンパス号の乗組員です。折り紙の小鳥は大家族で、そっくりな見た目をした兄弟姉妹が大勢いるんです。彼らはミラーさんの指示に従って船で様々な仕事を担当している最高の船乗りなんですよ。船乗り？折り紙の小鳥にそんな設定あったっけ？ミーシャ、そのコンパス号についてもう少し詳しく聞かせてもらえる？
コンパス号は新大陸に向かうための船です。クロックボーイや仲間たちを乗せて幾重もの霧を抜け大海原の奥へと進む。危険に遭遇するたびにクロックボーイがコンパスを操ってみんなを正しい方向へ導いてくれるんです。素敵な物語ね。でもピノコニーのアニメだとクロックボーイと仲間たちはずっとドリームタウンに住んでいて一度も町を離れたことがないみたいだけど。あ、確かにおかしいですね。僕の記憶ではクロックボーイは最終的に新大陸にたどり着いたはずなんですが。クロックボーイには私たちの知らない過去があるのかもしれないわね。それにしてもクロックボーイはどこに行ったんでしょう。ドリームタウンを守りに行ったんでしょうか。ミハイル、そう、この名前だよ。彼が時計屋だってことはみんな知ってるよね。それで彼は誰と話してるの？ミーシャ、何か知ってる？すみません、時計屋のことはよく知らなくて。ですがミハイルは。何か思い出したの？ミハイルはおじいさんの名前です。おじいさん？どういうこと？まさかあんた時計屋の子孫なの？でも私たちがこれまでに聞いた話の中に時計屋の子孫に関する情報はなかったわ。珍しい名前でもないから単なる偶然なのかも。ミーシャ、そのミハイルおじいさんのこと詳しく教えてもらえるかしら？はい、もちろんです。ミハイルは航海士でいつも家を留守にしていて大勢の仲間たちと一緒に旅をしていたんです。どんなに神秘的な海域だろうと、どんなに危険な嵐だろうと、彼の敵ではありませんでした。あとミハイルはおじいさんと呼ばれるのを嫌がってましたね。まだ若いのにお年寄りみたいな感じがするからだって。それからミハイルという名前は両親の名前、ミハリーとイリスから取ったものだそうです。二人とも偉大な海の旅人だったんですよ。ミハイルは戻ってくるたび僕に航海日誌を見せて海での出来事を話してくれました。僕の夢はミハイルのような冒険家になることなんです。確かに時計屋とは関係なさそうだけど、本当にただの同姓同名なのかな。それでそのおじいさんは今どこにいるの？ミハイルは次の旅に出ました。もうずっと会っていません。水の音がするような。そういえばあんた言ってたよね、この先にすごく大きな噴水があるって。ほら、ここだよ。池の水は宝石のようで、帆を上げた全ての人の夢の中にはめ込まれている。漂白の日々、波に反射する光を見ていると、またここに君たちのそばに戻ってきたような気がする。ミーシャ、また何か思い出したの？今のはミハイルの航海日誌に書いてあった言葉です。おじいさんは海に出ると危険な目に遭うことも多いけど、午後甲板に立って海面のきらめく波を見ていると、いつも家の前にある噴水のことを思い出すんだって言ってました。その瞬間は家族のもとに帰ってきたような感じがして、海での日々がどんなに苦しくてもそれほど辛いとは思わなくなるんだって。ああ、その気持ち、うちもなんかわかるかも。
ふざけないで。ちょっと考えに浸ってただけなんだから。故郷を離れた冒険者なら誰しも心の中にこういう噴水があるのかもしれないわ。大海原の向こう側が謎に包まれていても、家の前の噴水はおじいさんのコンパスのようなもので、いつも愛する家族のもとへ導いてくれていたのね。はい、ミハイルが家にいるときはよく一緒に噴水のそばに立って、僕が作ったおもちゃのコンパス号を池に浮かべていたんです。その度、いつになれば僕もミハイルみたいに冒険に出られるのかって聞いてたんですが、毎回子供にはまだ早いって言われてしまって。ミーシャの言うミハイルは本当に航海士で、うちらの知ってる時計屋とは特に関係ないみたいだね。そうね、ミーシャの話からすると、夢の泡の中の情景も全て彼が小さかった頃の思い出みたい。でもそうなるともっと謎が増えない？ミーシャの話だとミハイルは明らかに海洋惑星の生まれで、平凡な日々を送ってた子供で、ピノコニーとは全然関係なさそうなんだけど、もしかしてこれって何かの比喩？大海原って記憶液のことだったりする？すみません、僕にもよくわからなくて。でも記憶は噴水の水みたいに抑えきれないほど湧き上がってきています。もしかしたらもう少し先に進めばもっと思い出せるかもしれません。僕もミハイルの力になりたい。それってここは向こうに行けばいいんだよね？いえ、ここは左側に行くべきですね。あれ、ちょっと道が変わった？ここです。この廊下は覚えてます。この先はミハイルの書斎です。最後におじいさんに会ったのはあそこでした。ジンバッツ、大海原抜けたね。この部屋、他のところと全然雰囲気が違うね。兄さん、やっと来たんだね。クロックボーイ、ここにいたんですね。そうだ、僕たちが初めて会ったのもこの部屋だったような気がします。この壁一面の方がその航海士ミハイルが残した日誌かしら？はい、ミハイルは航海から戻るたび航海日誌を部屋の棚に置いてました。これは彼が世界の隅々まで探検した記録です。ミハイルは僕たちの世界はあの噴水のようなもので、いつからか海水が少しずつ人々の住む場所を飲み込むようになったと言っていました。だから人々が安心して暮らしていける土地を確保するため、ミハイルは海を探検し続け、海水の源を見つけなければならなかったんです。その日、ミハイルは僕を書斎に呼び、いつものように航海に出ると言いました。でもその時の彼の表情はとても険しくて、お父さんが最後の航海に出る前も同じような顔をしてたんです。僕は一緒に連れて行ってほしいと頼んだんですが、ミハイルからは僕の冒険はここにはない、家に残って外から聞こえてくる音を辛抱強く待つようにと言われてしまって。音？音って何の音？ミハイルは空にはもっと広大な海が、星の大海原があると話していました。そしてそこには遠くへ行きたい子供たちを乗せ星の海を走り続ける列車があるって。彼はその列車に乗っている人を知っていて、僕を連れて行ってくれるよう頼むと言っていました。僕が夢にまで見ている旅はそこから始まるんです。列車？それってまさか請求列車？思い出しました、
ミハイルのお友達は七死人たちです。彼らは星が引き起こした災いをどうにかするために僕たちの世界に来ていたんです。それからミハイルは自分の懐中時計を僕にくれました。それは彼の宝物で、航海の旅に必ず持っていくものだったんですが、これからの日々は大変かもしれないけど、懐中時計の針が僕に方向を示してくれると言っていましたね。前に進む一歩を踏み出し続けていれば、必ず自分の行きたい場所にたどり着けるって。それから何か聞こえたような気が。そう、列車の汽笛です。確か部屋の向こうから聞こえてきて。そうだよミーシャ、それから僕たちは音のする方に向かったんだよね。はい、まだあの時の道を見つけられるはずです。これってドリームメイクパズルだよね。うちらに出口を作らせるつもりなのかな。でも最後のピースはどこで見つければいいんだろう。ねえ、覚えてる？ここに迷い込んだ時、不思議なピースを一つ拾ったわよね。あ、形はぴったりみたい。このピースもミーシャと関係があるの？どうやら真実が明らかになりつつあるみたいね。このまま出口を出て調べてみましょう。